創業者のジャニー北川氏、去年87の課外問題は、毎週のように元ジャニーズジュニアが顔出しで当時の被害を告発し、未だに事態が収束する気配はない。一部では秋以降、ジャニーズタレントの冠番組が一気に終わるという報道や、テレビ各局もジャニーズ事務所との付き合い方を見直そうとしている、といった動きもあります。さらにここに来て、 ジャニーズグループのカレンダーにも改革のメスが入ることになると言われています。有刊誌デスク。毎年3月、ジャニーズ事務所に所属するグループの事務所公認のグループ別、新年度カレンダーが各出版社から発売されている。ジャニーズのグループは複数ありますが、毎年出版社が持ち回りで担当する慣例になっています。 グループ A のカレンダーは毎年この出版社から出ると決まっているわけではなく今年はこの出版社が A を担当この出版社は B を担当といった具合に業界内で担当持ち回り性が敷かれているんです出版不況に苦しむ出版社にとってこのカレンダーの売り上げが非常に大きい当然グループの人気が高ければ高いほど売り上げも大きくなるため争奪戦になる また、予約制での販売なので在庫を余計に抱えなくてもいい。ジャニーズにはファンクラブがありますが、通常カレンダーはファンクラブの会員数に六掛けした数字が売れると言われています。全道このほど、オリコン上半期ランキング2023が発表され、グッズマルチメディアトップ10の2位にキングプリンスの、キングプリンスカレンダー2023年4月。 2024年3月、マガジンハウスがランクインし35.4万部売り上げたことが赤に。時点にスノーマン33.5万部、何は男子18.8万部、ストーンズ13.1万部のカレンダーが続く。出版社にとって、 ドル箱とも言えるジャニーズカレンダーにどのような改革のメスが入ることになるのだろうか前出の有観誌デスクが続ける。ダブルコート持ち回り制をやめるという方向で動いているようで、早ければ来年のカレンダーからそのような形になると囁かれています。その理由はやはりジャニー氏の課外問題ですよね。もともと週刊誌はジャニーズタレントのスキャンダルなどを書くと、 出禁になっってしまうこともあったカレンダーも同様でジャニーズにとってネガティブな記事を掲載した出版社は4番手5番手のようなグループが回されるという仕組みですジャニー氏の加害問題を20年以上前から追求してきた「週刊文春」を発行する文藝春秋はジャニーズのカレンダーとは無関係の立ち位置を貫いてきたこともあり ジャニー氏やジャニーズタレントのスキャンダルを何度もスクープしてきた。ジャニーズのカレンダーは、癒着の温床、だったわけです。各出版社には、自社から人気グループのカレンダーを出したい、という思惑があり、カレンダーがあるから何も言えないし、報じるべきことも報じられない。女性誌や女性週刊誌を出す出版社のみならず、週刊文春と並ぶ、戦う週刊誌と評される、 週刊新潮、新潮社も、ジャニー氏の闇を積極的に報じようとしませんが、同社は毎年のように人気グループのカレンダーを発売していますからね。全道、新潮社からは2020年にキンプリ、2021年にスノーマン、2022年に何ワ男子、今年はストーンズのカレンダーが発売されている。人気トップクラスのグループばかりですよね。1月1日には、 デイリー新潮にジャニーズアイランド社長に就任した井ノ原義彦さん46の独占インタビューが掲載されるなど新庁舎はジャニーズとすごくいい関係を築いていることが伺えるわけです。ただ出版社と癒着関係にあることを今のジャニーズ事務所サイドもいいとは思っていないでしょうからね。前出の勇敢誌ですく第三社員快適な役割を担う 再発防止特別チームを設置したが、ジャニーズサイドも改革に乗り出そうとしている姿勢が伺える。ここ最近、報道番組でもそれが言われますが、キー局も含めてマスコミとのいびつな関係を是正するべきということですよね。その一環としてジャニーズグループカレンダーの持ち回り制を撤廃しようとしているということなんです。今後は、ジャニーズが自社で制作、 販売することになるかもしれませんし、出版社以外の業者に発注するといった展開も考えられる。一方で出版社にとって、うまみ、恩恵もなくなる。そうなれば、今後はしっかりと報じられるべきことは報じられるような、正常な状態、になっていくことが予想されますし、そうなるべきですよね、全道ダブルコートジャニー氏の闇、はテレビ局だけでなく、 出版社にも大きな変革をもたらすことになりそうだ。5月22日をもって平野章26、岸優太27、神宮寺優太25が脱退してしまったものの、金プリのカレンダーでは5人の様々